今回で27回目となるジュビロ磐田の鹿児島キャンプ。今日は鹿児島市の白波スタジアムで歓迎式が行われ、鹿児島市の下鶴市長らから黒牛や黒豚など鹿児島の特産品の目録が送られました。今年 J1 に復帰するチームの練習も公開され、雨の中駆けつけたファンが見守る中、日本代表での経験もある新加入のゴールキーパー川島英二選手らが練習に励む様子が見られました。ポジション争いも、ここでは熾烈に繰り広げているので、まあ、そういった意味ですごくこう熱量高く練習しています。皆さんが、ね、こう期待するいいパフォーマンスを見せられるように、まあ、まずこのキャンプで、ね、しっかりいいコンディションを作っていきたいなと思います。ジュビロ磐田の鹿児島キャンプは来月10日まで行われ、期間中は練習を見学できる時間も設けられています。